桜肉とも呼ばれる馬肉馬肉とは馬の肉のこと。一部の国、地域や民族では食肉とされるが国、民族等によっては口実のようにタブー食とされる。馬は消化能力が低く食性も狭いため食用として使用した場合は牛や豚と比べて生産コストが高い。一方、廃用常用馬があり、また一般的に消費者による 先行性も牛肉や豚肉に比して低いことから馬肉は安価な食肉としてソーセージやランチョンミートのつなぎなどの加工食品原料や動物園での猛獣の餌、ペットフード原料に利用される。ただし食用として育てられたものや馬刺しなどで利用可能な部位は比較的高値で取引される。部位馬肉は他の畜肉と比較すると栄養価が高く、 需要競争、薬膳料理ともされる。日本では生殖されることも多いが、衛生管理には注意を要する。ペルシュロン、ブルトン、ベルジャンやこれらの後輩種のペルブルジャン。体重800から1000キログラムで、肉付きがよく刺しが入りやすい。アラブ種、サラブレッド。体重600キログラム前後、赤身が多い。馬肉の部位の名称とその特徴は、 牛肉や豚肉のそれと大きなズレはない。ただし、馬にしか存在しない部位もある。また、牛肉や豚肉ほど共通規格が徹底していないため、地域や業者によって、故障や部位の分け方が異なる場合がある。馬肉を一般的な食材として食べている国には、フランス周辺のフランス語圏の他に、オーストリア、イタリア、スイス、ベルギー、ルーマニア、アイスランド、 マルタ、オランダ、ノルウェー、スロベニア、スウェーデン、カザフスタン、モンゴル、日本、カナダなどがある。カナダでは主にケベック州で、モンゴルでは主に西部で食用となっているなど、国によっては地域によって一般性に違いがある場合もある。これらの国では、食用の馬肉が生産され、そのままを食材とするほか、ソーセージ、コンビーフ、 肉団子などの馬肉加工食品としても消費されている。日本は馬肉の多くをカナダから輸入してきた。フランスやメキシコからの買い付けや国産馬肉もある。ベルギーは多くをアメリカ合衆国から輸入している。創業100年以上の馬肉料理の老舗馬刺し重肉食が宗教上の近畿とされ、食用の家畜を買う文化が九州の一部や大見国彦根藩などを除いて、 一般的ではなかった江戸時代の日本本土では、廃用となった薬用家畜の肉を食すことは、半ば非公然的ではあるが貴重な獣肉食の機会であった。一部の地方では、馬肉は400年以上も前から重要なタンパク源として徴用されてきた。熊本県や長野県、福島県などの郷土料理として供されることで知られている馬刺しのほか、 何個鍋などの鍋料理としても食べる地域がある。熊本県では馬肉を使ったミンチカツなども売られている。長野県では、文久の初め頃より食すものが増え、明治18年には約1530頭が食用にされた。日本では馬肉を桜肉という別名で呼んでいる。桜肉の語源には諸説あり、ヘモグロビンやミオグロビンが多い赤身部分が、 空気に触れると桜色となることや、馬肉の切り身が桜の花びらを想像させるという説。定説はないが、馬と直接表現することをはばかった因果として、定着したという説。現在の千葉県桜市に当時幕府直轄の牧場があり江戸どの人々には、馬といえば桜だったという説。八百八十年前後に牛肉価格が急騰した際、牛の字に似た馬を使って、 馬肉ありますの看板を掲げ馬肉を販売するものが出たことから、ごまかし肉の意味で、桜肉と呼んだ説などがある。現代日本の馬肉は、牛肉が高かった時代の入ンミートに代表される、加工食品の増量材等に使用されていた、冷凍トリミング、馬刺しや桜鍋用の生鮮肉と用途も分かれている。2014年時点では流通している馬肉の多くは、 カナダからのものである。さらに近年では、年間2000から5000頭がカナダから生態として輸入されており、カナダ産国内肥肉の馬肉として生産されている。アメリカからの輸入も多かったが、2007年に、同国内最後の馬の土地区場が閉鎖になって、以降は輸入が途絶えており、代わりにメキシコ経由での輸入が増えている。その他アルゼンチン。 ブラジルなどからも馬肉を輸入している。国内産では廃用となった競争馬の一部も食用に回されている。2021年には8月29日が馬肉の日として日本記念日協会に登録された。日本国外への輸出量は平成10年以降はゼロなので輸入量と国内生産量を合わせた数が馬肉の国内消費量となる。 大体年間1万2000トン前後で推移している。ただし、馬の飼育数と馬肉の生産量は比例していない。料理フランスでは、馬肉食は一般的であり、馬の頭部を店頭に並べたり、真っ赤な看板に金色の馬の頭部の作り物を飾ったりするのが決まりである。フランス革命後の混乱期に食料が逼迫した時に、ナポレオン・ボナパルトが戦場で死んだ馬の肉を食用に、 することを許した。ほどなく正式に馬肉の市場取引が認められ、1870年代に不仏戦争でドイツ軍がパリを包囲した時は多くの馬が処分された。安くて庶民的な食品として家庭で食べられるが高級レストランに出ることはない。ただ、フランス国内の馬肉業者はソビエト連邦の崩壊後に東欧から安い馬肉が流入したことで、 壊滅状態となった。フランス産馬肉が減った結果、フランス人の馬肉消費量も減りつつある。食肉業界の統計によれば、フランスで消費される食肉のうち、馬肉が占める割合はわずか0.4%程度で、1年に1回以上、馬肉を食べるという過程も5世帯に1世帯にも満たない。ただし、BSE 問題で、店舗によっては客足が戻りつつあるという。 料理としては、タルタルステーキのほ他、子牛のカットレットのように馬肉を調理する場合もある。イギリスでは、食用馬肉の土地区と消費は、法律で禁じられていない。18世紀から19世紀にかけては、ペットフード用の肉を扱う、猫肉屋が、馬肉も用いていた。複雑に入り組んだ、ヨーロッパの食品流通経路により、イギリスの食卓にも長年、馬肉が使用されている。 英語で、馬を食べるといった場合、空腹であるという意味で、あくまで比喩表現である。A がついているので、馬肉という肉の種類を表すのではなく、個体として馬を表すので、E と A チキンと言っても同じである。馬肉食をタブー視する人も多いが、様々な国から移民を受け入れているアメリカでは、馬肉を好む人もいる。 メキシコやカナダの処理場に馬を輸出し、馬肉を輸入する人々もいる。中国は2008年の統計で700に800万匹を有し、197,984トンを生産した世界一の飼育、産出国であるが、中国国内で馬肉そのままを食材として調理する、例は限られ、ほとんどが輸出用、ソーセージ。 肉団子などの加工食品用に利用されている。地域的には東北部、西北部、内モンゴル自治区に偏在して飼育されている。近年は河北地域を中心に馬肉を輸出用に加工できる施設が増えている。中国において馬肉を食した記録は紀元前から見られ、紀元前645年の半元の戦い後において、真の牧港が新軍を追って、 逆に包囲された時、聖獣の兵300人が、新軍を撃退し、この時、僕公は聖獣に両馬を食べさせたが、役人が捕まえて、罰しようとしたため、両馬の肉を食べた時は酒を飲まないと腹を壊すと、聞いていると言って、酒を賜い、その罪を許し、この聖獣は、馬酒兵と呼ばれることになる。これは馬を食すことが罪であったと同時に特例として、許した記述である。 民の理事陳がまとめた本草項目は、馬肉は、心、苦、霊、有毒という性質で、傷中を治し、余熱を下げ、筋骨を育て、腰や性を強くし、創健、気餓感を抑える効果があるとする。薬効は認めながら、むやみに食べてはならないという立場である。これに対して馬乳は、無毒、また、同じ、馬属で、 山東省や河北省などの河北地域では一般的かつ微味な食材として消費されているロバの肉も無毒と記されている。中国料理としての馬肉料理の例としては牡蠣がある。また中国国内の少数民族料理の例として牡蠣がある。第二次世界大戦の逼迫した食料事情はアメリカなど馬肉を忌避する社会にも馬肉食を容認させた。 写真は1942年にドイツ軍報道部員が東部戦線で撮影した芝の肉を切り取ろうとする市民。フランスのソリュートレ遺跡の10万頭の馬狩りなどに見られるように、戦死時代においては馬は食用動物として狩猟の対象となっていた。しかし馬の家畜化とともにその関係に変化が見られるようになった。紀元前4000年頃から 呪術や原始宗教が馬に象徴的意味を与えるようになった。精神分析学者はその意味や概念が我々に人肉食と馬を食べることに共通した心理現象を無意識に与えているのだとしている。馬は歴史的に農耕や馬車の牽引、常用に使用されており、家畜であるとともに狩猟や戦場における足ともなってきた。これらから 肉食に強することに嫌悪感や抵抗感を持つ人もいる。アメリカ、イギリスで馬肉食をタブー視する傾向が強い。日本の乗馬及び競馬に携わる人の中には食材としての馬肉を寄付するものが多い。しかし競馬雑誌の競争馬の移動欄には現役を引退する馬の移動先が記されている。地方競馬への移籍や種ぼば。 繁殖入りの他に乗馬になる馬がいる。それがすべて乗馬になるわけではない。それ以外にも、用途変更という名称で姿を消す馬が相当数、おり、その用途の中には、食用もあると言われている。実際に、廃止された、上山競馬場や中津競馬場に在籍していた、競争馬の末路は、食肉処分だった。また、北海道で行われている馬縫競馬では、 競争に出るための能力試験を突破できなかったり、あるいは満足な競争成績が残せなかったりした競争馬が食肉向けに転用されており、公式サイトでも包み隠すことなくそのことが解説されている。通常、平地競馬の能力試験は一定の制限時間をクリアすれば良いため、力いっぱい走る必要がなく、馬なりで脳みを走らせることもあるが、バンへ、イの場合は、 農民の結果がいわば生死を分けるため実践さながらに行われる。また以前は競争中の事故で予後不良となった馬が食用に流れてくることもあったが、1973年に浜のパレードが屠殺された県が物議を醸し、それ以降に予後不良の診断後に安楽死させるというシステムが整備されていった。第二次世界大戦中に牛肉価格の高騰のため、 ニュージャージー州で食用馬肉の販売を一時的に合法化したが戦後禁止された。またハーバード大学のファカルティクラブでは1983年まで100年以上メニューに馬肉があった。しかし馬は開拓時代からの数少ない文化とする動物保護団体等の活動が盛んで2006年9月7日。 会員は、食用を目的とした馬の土地区を禁止する法案を可決した。さらに2007年1月、テキサス州では、土地区生産停止の裁判所仮命令が発令され、実質的生産停止された。背景には、アメリカ人自身が馬肉を食さず、産業への影響が少ないといった国内事情がある。米国の馬の食肉処理工場は、テキサス州に2カ所、 イリノイ州に一箇所あり、フランスとベルギーの会社が所有している。アメリカ合衆国農務省によると、1989年には34万2977頭、2003年には4万9325頭の馬が米国内で屠殺されている。また、全米馬臨床獣医師協会は、現在、毎年約5万頭の馬が米国の途上で殺され、 3万頭が殺処分のためカナダに輸送され、さらに無数の馬はメキシコへ送られ闇に葬られていると主張していた。動物愛護協会によれば全米で毎年約9万頭分イコール1万8千0トンイコール6100万ドルの馬肉が生産されている。アメリカ馬肉の主要輸入国はフランス、ベルギー、日本などである。2013年3月19日、 アメリカ合衆国農務省は馬の解体処理場の操業を承認する上で必要な作業はほぼ済んでいると表明。ニューメキシコ州の食肉会社は食肉工場の開業に向け準備を整えた。馬肉食がタブーとされる米国で馬肉生産を再開させる同社に動物愛護団体などから猛烈な反発を呼んだ。1930年代以降、 戦時中の食糧難の時期を除きば肉食食はタブーとなっている。フランス料理店用と一部のサラミソーセージの原料用にフランスから輸入されているのみである。2013年1月、アイルランドの食品基準監督当局により、イギリスとアイルランドの大手スーパーマーケットで販売されている牛肉に最大で100%の馬肉が使用されている事例が発覚した。 この食品偽装の事件はイギリスでは一大スキャンダルとなりその騒ぎはヨーロッパ全体に広がっている。馬肉食はタブーとなっている。2013年に大手スーパーマーケットのテスコが扱っていたビーフハンバーガーから馬肉が検出され問題となった。イギリスの文化圏であるオーストラリアではイギリス同様に馬肉食はタブーとなっている。 2019年には引退した競争馬を解体する食肉加工場の存在が報道され問題となった。食肉加工場で処理された馬肉は日本やロシアなど海外に輸出されていたとみられている。ユダヤ教では食物規定により批判する動物を食せないため正統派ユダヤ教徒は馬肉を食べない。ただしイスラエルでは憲法の政教分離規定により政府が 宗教上の理由で食品の製造流通を禁止することはできない。中国では、馬肉食を特に師断する勢力はなく、加工食品の原料にも使われている。厚生地湾族自治区経林し貴州省恵水県など一部の地方やカザフ族、キルギス族などの民族を除いて、伝統的に馬肉をそのままの食材として食べる例は多くない。この理由として、 民の理事人がまとめた本草項目は馬肉は真、苦、霊、有毒としているのに対し豚、羊、牛、ロバ、ラクダなどはいずれも無毒としているように歴史的に馬肉を食べることによる健康への害を多く経験しそれが言い伝えられていたことが考えられる本草項目は日箇所か本草を引用して清水にさらして完全に血抜きをして 煮て食べないと消化されがたく、毒が出ずに、聴取になるとしている。また、馬の蔵の下の黒ずんだ肉や、人の手によらずに死んだ馬の肉、肝臓、血を食べると死ぬと注意している。肩肉、豚肉、生姜、青耳とは、食べ合わせが悪いとされる。理事賃は、中毒した場合には、アロイの根の絞り汁、アンズのサネであるアンニンを取ると下毒できるとしている。 民間療法として、筋を痛めたり、打撲の幹部に馬肉を貼り付けるというものが存在する。1936年、日本プロ野球巨人の藤本定義監督は、当板が続いて肩を痛めた AS 沢村栄二に馬肉を肩に当てさせたという。福岡大英ホークスの大貞治監督が、足の打撲で途中交代した秋山孝二に送ったところ、彼は、 これを食べて、永気を養ってくれというメッセージだと勘違いし、平らげてしまった。ありがとうございます。